商名滝は、富山県中新川郡立山町にある、立山連峰を源流とする滝。その落差は350メートルで、日本一を誇る。三田ヶ原大地から一気に流れ落ち、商名川となった後に上岩寺川へ注ぎ込む。商名滝の落差は350メートルで、日本一とも言われる規模を誇る四段構成の滝であり、一段目が70メートル。 二段目58メートル、三段目96メートル、四段目が126メートルで、滝壺の直径は60メートル、深さは約6メートルある。国指定の名称及び天然記念物であり、日本の滝百選、日本の音風景百選に選定されているほか、日本三大名幕に選ばれることがある。名称は、法年が滝の豪音を、 ナムアミダ仏という商名念仏の声と聞いたことに由来すると伝えられている。7月の商名滝とハンノキ滝雪解け水が多く、流れ込む春などには商名滝の右側にハンノキ滝が現れて、二つの滝が流れ落ちる。また、特に流量が増した場合には、ハンノキ滝の右側にそうめん滝も現れて、三つの滝が並んだ光景を見ることができる。 半の木滝の落差は497メートルで350メートルの商明滝よりも大きいもののいつも存在している滝ではないとして日本一の落差の滝として認められないことも多い。商明滝は10万年ほど前は現在よりも15キロメートル下流の小建地区付近に位置していたと考えられている。その後、長い年月をかけて元岩の溶血業海岸を 年間10センチメートル程度ずつ削りながら、途中、割ル城の壁といった、急峻な地形を作りながら、現在の場所まで後退してきた。1945年、戦時で電力事情が逼迫する背景の中、日本発送電が滝の中段に水力発電用取水施設を作るべく、滝の北側の崖を削る工事を行った。工事の途中に終戦を迎え、事業を引き継いだ。 北陸電力は工事の続行を取りやめたが、現在もなお三段目の滝壺から水平方向に掘削した跡が残されている。商名滝より上流には商名廊下という大峡谷がある。滝未来から見る、照明廊富山県道六号富山、立山公園線を立山方面へ進み、立山有料道路との分岐点から富山県道百七十号。 工房商業立山停車場線を進む。終点には駐車場があり、その駐車場から1 3トル徒歩約30分で行くことができる。また、季節によっては、立山黒部観光、バス照明路線が運行されている。ありがとうございます。